やったね。あ、しかも簡単なやつ。ほいということで、今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？はいはい。お、新たに子供が。うんうん。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちも嬉しいです。男の子でした。おー、受け継いでいる。受け継いでるよ、イメージ通り。でも色が違うけどね、自然に任せましょう。でもあれって眉毛なんやっけ？じゃあ成長したら色がまた変わるんか。お、ともっくくんって前おったよね。いいんじゃないでしょうか。うんうん、ぜひぜひ。どんな風に成長するかな。はい、それじゃあマンション見てこう。なんか友達マークめっちゃいっぱいあるんやけど、あれ全部喧嘩とかでは。一応今一人が怒っとるのは見たよ、あやかちゃん。チャーリーさんは大丈夫そうかな。入ります。あゆなのそっくりさん、1ヶ月ぶりですね。お久しぶりです。え、そんなに？そんな経ちました。デートしたいのですが、どこがいいでしょうか？うんうん。なんかちょっと前に子供生まれたよね。あれ、あきちゃんの方としか会ってなかった？喫茶店でのんびりしておいで。準備していこうと思います。うんうん。ふい、そして。うわぁ。今まさに喧嘩してるよ、りょたくん。入ります。落ち着け。話したくない。どうしたどうした？いや、話せ。仲直りしてください。なんかあれはね、自分も奥さんも親友もみんな、まあちょっとなんとなく程度は違えど全員金髪なんやね。キリチョコ、スイカでもどうぞ。いただきます。うんうん。さあどうすか？結構美味しかった。よかったよかった。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。この間はごめんなさい。許してあげてください。許しません。うわ、即答。めちゃくちゃ即答。あれやわ、髪色戻すとかぐらいはした方がよかったわ、きっと。まあまあ、そのうち、きっと許してくれるよ。お、ここも、喧嘩ではない。ゆうとさん、入ります。ごめんね、ヨガしよる途中で。あゆなのそっくりさんでしたっけ？そうだよ。お久しぶりすぎて忘れた？ユニコンとデートしたいのですが、どこがいいでしょうか？プロポーズではないのね、まだ。遊園地で楽しんでおいで。準備していこうと思います。いってらっしゃい。さあ、そして、あやくちゃん。今日は一応あれか。まあ、いっぱい友達マークはあったけど、とりあえず、喧嘩は2組ってことかな。落ち着け。うんうん。仲直りしてください。じゃあ、キウイでもどうぞ。うんうん。どうすか？まあまあ美味しかった。まあまあか。お、レベルアップ。それじゃあ、色無地。どうぞ。服、色無地をプレゼントしました。いつもありがとうございます。私からのお返し。めちゃくちゃ怒ったまんまですけどね。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。ここまでもらっといて全然機嫌が治らないってどういうことだ。カプチーノ。どうぞ。いただきます。うんうん。さあ次こそどうだ。お、すごく美味しかった。やったね。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。はい、いってらっしゃい。この間はごめんなさい。シュール。こちらこそごめんなさい。よかった、ちゃんと仲直りできたよ。とりあえず、一組は解決した。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったです。お礼にこれもあげます。実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。のどらは誰に紹介しても恥ずかしくない友達です。お、いいっすね。最高に楽しい。良き。そのうち親友入れ替わるかもしれん。あれ、友達マーク増えてるんですけど。うわぁ、しかも、喧嘩だー。ねえ、ミントさん。何？今の間に、喧嘩した？どうしたどうした？うん。仲直りしてください。今回はね、みんな大好物、超大好物がないんよね。なんてことだよ。枝豆でも。これで落ち着いてくれません？結構美味しかった。ああ、よかったよかった。いってらっしゃい。さあ、どうすかね。許してあげてください。だいぶ早い感じで。うまくいきました。いえいえ。よかったです。なんだなんだ？実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。そういう日は一日ぐでぐでしよう。そういう日もあっていいよ。あ、ここはまた別か。サチさん。あ、でも喧嘩ではなさそうだな、ここ。あゆなのそっくりさん、2ヶ月ぶりですね。そんなに経ってるのか。お久しぶりです。のりのこともよく知らないのですが、うちののりとは気が合いそうですか？いいんじゃないかい？相性バッチリ。ちょっと気になってきました。仲良くしてあげて。いいお友達になって。人に気も使いすぎて、たまに疲れちゃいます。いや、その辺はもうね、お互い様やけん大丈夫よ。そこまで気を使わんでも。はい、ガトーショコラ。どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？すごく美味しかった。よし。せっかくだから遊びませんか？いいね。遊びましょう、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。お。やったね。いきますよ。あ、しかも簡単なやつ。とか言って取れんかったら嫌やな。あー、取れないもう一回もう一回。ダメだ。そんなフラグを回収してはいけない。はい。待って、早い。なんてことだよ、おい。うわー。簡単なやつとか言いながら。そう。言うの下手なこと。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあそろそろみんなに募金を募ります。じゃんじゃん入れてってください。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。おう、なんだ。ちょっとすみません。ふんふん。どうしてもコモックが泣き止んでくれないのですが、まだ生まれたばっかりやろ、そんなもんよ。泣くのが仕事の時期よ。まあまあまあ、引き受けましょう。うわぁ。それが原因じゃない？目にぶっ刺さってますよ。絶対痛いよ。取り除いてあげて。手術せんと無理かも。お、ご機嫌治ったぞ。いい感じなんじゃない？早く引き取ってくれていいよ。今めちゃくちゃご機嫌よ。ほらほら。そろそろミルクの時間ですね。よし。コモックはすごくご機嫌です。うんうん。さっきまで泣いていたのが嘘のようです。よかった。もう若干止まりそうな感じになっても全然ご機嫌なままやってけんね、今。日用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。はい、そしてミニニュース見てこう。4時になりました。ミニニュースをお伝えします。お願いします。クイーン氏に大きなショックを受ける出来事があったようです。なに？クイーン氏は何も話そうとしないそうですが、関係者の話では、靴下に穴が開いていることに、ようやく気づいたのではないかそのことでした。どれぐらい放置してたんだ、それは。よくわからないフェチだな。はい。4時のミーニュース。LINEがお伝えしました。ありがとう。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。よし、ってことで。まあ、基本的にはみんな仲直りできたか？できてないとこもあるけど。あの辺ちゃんとみんな仲直りできようかな、最終的に。友人関係解消とかなってないよね。つらい。